俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、無料で金重機もらえるようなイベントが来てるみたいなんで、それについてちょっと解説していこうかなと。まあ、ワンチャン積まれるんだったらワンチャン積んでいこうって感じの動画ですね。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、その今回のですね、まあ、金重機もらえるっていうやつは、まあ、前回、紹介しました、ディスコード入ったら、いろいろありますよってやつですね。まあ、ディスコードのやつも、結構抽選の方今されているっていう感じになってまして、そっちもまあ、まあ、このアカウントをですね、フォローして、該当ツイートをリツイートするとですね、まあ、もらえるっていう、抽選でもらえますよっていうふうに、まあ、今回なっているわけなんですよね。まあ、リツイートしてフォローするだけなんで、別にそんな大したことではないですから、やっとけばいいんじゃないのっていう、感じになるわけなんですけれども、もう一つですね、まあ、金額の重機次元をもらえるっていう感じの、イベントっていうのがこんな感じで始まってますね。まあ、この中のどれかなのか、それとも自分で指定して選べるのかはわかんないですけれど、とりあえず金銃もらえるっていう抽選ですけれどね。どんな感じの条件かっていうと、まあ、こんな感じでツイート出てまして、まあ、一応この荒野行動運営チームのアカウントをフォローして、まあ、今出していますツイートっていうのをリツイートすると。で、そして公式のディスコードの方に参加すると、まあ、抽選で当たるという風になっておりますので、まあ、やっときゃいいんじゃない?ね、フォローしてリツイートするだけやったらそんな難しくないと思いますし、それでまあ当たらんでも別に損があるわけじゃないですからね。ワンチャンス生まれそうなんだったら、とりあえずまあワンチャンス作っておいて、まあ後で使っていくっていう風にすればまあいいと思うんで、まあ皆さんですね、とりあえずワンチャンス発生させるためにですね、やっとけばいいと思います。抽選の方が一応10日までなんで、10日?まあこの動画どのタイミングで出すかわかんないですけれど、まあ今日か明日かみたいなどっちかと思うんですけれど、この動画をですね、どのタイミングで出すか決めてないんで、まれなんですが、一応10日までの抽選締め切りっていう風になってますので、まあその辺とかもですね、覚えておくといいのかなっていう風に思いますね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、豪華限定版ランボスペシャル版事件カードでありましたよね。まあ、金ランボだけね、豪華限定版なのに普通のその栄光物資に入るっていうね、悲しい事件ですよね。はい、あいつだけまあキーランク低いですし、まあ、取った人はかわいそうですよね。まあ、荒野行動黎明期ってすごいそのキーランクって結構雑だったんで、雑だったからこそまあ、例えばマクラーレンとか主審1とかのね、キーランクが異常に高いっていう感じになってましたもんね。最初の方とかだって最大拡張の車とかが普通に入ってましたからね、ガチャに。例えば大業種の最大拡張とか入ってたんで、ガチャの方に。今だったらもう信じられませんけれど、当時は入ってたんですよね。そんな感じになっていて、まだそのキーランクっていうのが大事に思われてないっていう性能だけを見ていた時代だったんですけれど、一応そういった具合になっていて、だからこそまあ例えばあの白マクラーレンとかも結構ですね、まあキーランクが高いって感じになっているんですけれど、まあ、そういった具合だったんですよね。まあすごい懐かしいですよね。はい。で、次こちらですね。次の機密物資実装されると仮定して交換される金枠銃は M4 か MP5 がいいです。質問なんですけれど、もしもの話になってしまうんですが、現在コアはイベントで金枠バイクとかを配布していたりするので、機密物資に金車とか来ると思いますかと。どうなんですかね、金車来てもいい車はポンと思いますよ。入ったとしても。まあ、チップショップと似たような感じ、似たり寄ったりみたいな感じの車が入ると思うんで、それだったら別に入れなくてもいいんじゃないっていう風に、まあ、正直思いますけどね。まあ、イベントのガスとか受け取っておけば、結構、金枠の車とか、収集出るんで、まあ、出なかったら、ま、リスマラしてゲットして、そのアカウント使えばいいですからね。はい。まあ、デストでなんか、なんて言うんだろう。別になんか、車は入れなくていいんじゃないっていう。セダンはいらないっすよね。まあ、例えばバイクとか、あとはクーペとか、カートとか、ちょっとなんか、金枠なくて、まあ、困りそうな時もあるっていう、そんな感じの場所っていうところの金枠の車が入るんだったら、それは結構嬉しいんですけれど、そこは多分入れんと思うもんね。そこはまあ出し惜しみすると思うんで、それはまあ置いといて、まあ基本的にまああってもな、みたいな感じには思いますよ。まあ銃じゃないですか、無難に。銃だったら結構まだ弾いっぱいあると思いますんで。で、次ですね、ほぼ放置者カードで車6台ぐらいやってて、銃付けは数え連ぐらいやってました。あれはやばいイベントでしたと。結構ね、まああれ、シェアカード使うことによって、シェアカードを本枠に送ることによって、チケット増やしまくれるっていうですね、懐かしいっすよね。本当にチケットたくさん作れて、まあ紙部屋だと思いますね。まあ最近のシェアカードはシェア回数の制限があるんで、まあ必ずしもそのできるわけではないって感じですけれど、まあできる分のガチャ、もらえる分のガチャっていうのは受け取っておいた方がいいんかなっていうふうに、まあ、思いますね。はい。楽しみっすよね。どんな感じで来るのか、ね、シェアしてから儲けましょうよ。チケット枚数増やせるんだったら、まあ作れるんだったら僕は作った方がいいと思いますんで。で、次ですね、GM コマンドで入手した金券だけ送れないようにできないのかなと、まあ今贈り物封鎖されてるっていうところで、贈り物を送りたいから、GM コマンドでもらった無料金券だけ送れないようにすればいいんじゃないっていう、そういうコメントっすよね。いやでもそれって、まあできると思うんですけれど、それやることによって不具合が発生して、まあ GM コマンド使って入手していない金券っていうのも送れないっていう、そういうバグって発生しそうじゃないですか。多分コアコード運営はそれを想定していると思うんですよね。容易に想像ができるようなバグ、発生しそうなバグっていうのを来る可能性があるんだったらそもそも実装しないっていう、まあそういうのは大事だと思いますんで、まあ贈り物ね、再実装、再びまあ開放したとして、コアコード運営からしてもそん
んな得があるわけではありませんから、そこでなんか目立って多くの金券が消費されるってあんまないですもんね。ですので、まあそんななんかそういうことってのはしてこないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますけどね。はい。普通になんか、そうですね。ある程度時間経ってから解放とか、それかまあアカウントの引き継ぎ、もうすぐできなくなりますから、できなくなってから解放とか、まあそんな感じでやってくるかもしれないですね。ワンチャン次のまあアップデートを見ていって、そこでまあ手こいで入る可能性もありますので、そこでまあどうなるかっていうところをチェックしていきたいかなっていうふうに思いました。で、次ですね。ディスコードで参加の人数で金券配布のやつ、一回参加して抜けても金券もらえますかと、まあそのこういう企画系とか、まあ公式があったりとか、個人でされたりとか、されてる方って結構いらっしゃると思うんですけれど、まずなんでそういうことをされてるかっていうところを僕は考えた方がいいと思いますね。その逆の立場になってみた時に、そんな人にあげたいと思います？まず、ね。そんな人にあげたいと思います？思わないと思うんですよ。相手がどういうことを考えてやってるのかっていう、お金を出している理由っていうのをまず考えた方が、まあ、僕はいいと思いますね。はい。で、今回のディスコードのやつなんですけれど、まあ、あの、ディスコード内の方にいるなんかメンバーの中からその抽選でみたいな感じになっているんですよね。それなんか抽選できるボットみたいなのを導入されていて、そこから決まるってなってますんで、抜けたら無理やと思いますよ。で、次ですね。自分は SR の金枠だと次のバトルパスの新金銃を持ってます。今まで 5mm、7mm、5mm、9mm、5mm と来てるので、次は狙撃やと思ってます。なるほどね。その法則結構いいですね。5mm、7mm、5mm、9mm、5mm で狙撃。その法則でいくと狙撃じゃなくて、ショットガンの可能性もあるっすよね。副武器の可能性もあるっすよね。刀とか、この間も刀金枠ありましたし、被りますからね。はい。わかんないですけれど、まあ、そういう方向性もありそうっすよね。はい。普通にでも、どうなんだろうな。わからん。でも狙撃の金枠って皆さん何が欲しいんですかね。はい。ゴルクマはまず無理って皆さん知ってるでしょ。ゴルクマは無理として、他の SR で言うと何なんかな、カーとか、どうなんだろう、カーの金枠いります ?CS の金枠とか、でも CS の金枠多いんで僕個人的にはいらないんですよね。めちゃくちゃあるじゃないですか。何本もあるんで、もういいよっていう風になってるんですけれど。まあ人によっては欲しいんですかね、CS 金枠って。CS は多いんだよな。M24 とか。いや、まあ、M24 は、まあでもそんな使わんもんな。どうなんでしょうね。どの金枠が欲しいんですかね。SVD とか。SVD だったらまあね、そもそもそのパターンがあんまないんで、結構その疲れると思いますけれど、そこで使うかな、どうなんだろうなってのは思いますし、どうなんですかね。何が一番嬉しいですか。そういえばこの間、東京グールのあの、安い方のお菓子で、56式の金枠入ってましたよね。まあ、結構その、前後ですごいね、銃の種類って被るんで、まあ、そこの安いガチャで採用されるはずだった、まあ、ボツになってしまった案っていうのをバトルパスに持ってきて、それで活用するみたいな、56式の金枠、ね、シーズン23スキンみたいな、どうなんですかね。で、次ですね、影の代理人とソリッドの銃剣、どっちがかっこいいと思いますか？と、銃剣っすか？銃じゃなくて、銃剣だけっすよね。銃の、その、重心を見ずに銃剣だけ見るんですよね。だったらソリッドっすね。ソリッドセキュリティか、モビリティか、そっちの、まあ、銃剣はかっこいいと思うんです。銃はそうでもないですけど、銃剣はかっこいいと思うんですね。結構まあなんか、そういうね、銃剣いいやつ、たまにあったりしますよね。僕は個人的に好きな銃剣は2つ。1つ目は新春の久保式の銃剣っすね。すごい可愛いね、マッキンキンの銃剣がついていて、これかっこいいんですよね。結構いいっていう。もう一つは、まあ、好きな銃剣なんですけれど、まあ、P90。フェアリーテールの金枠の P90 の銃剣がすごいなんか、美味しそうなんで、はい。まあ、すごく美味しそうな銃剣なんで、まあ、あれ結構好きなんですよね。ゲットできなかったんで、いや、ゲットしたら拡張したいなと思ってたんですけど、いや、結局ゲットできずにね、残念だなと思ってるんですが、まあ、すごい美味しそうな銃剣だから、まあ、その二つが好きですね。なんか、例えば、MP5 のあの、氷翡翠かなの、まあ、銃剣みたいな、とか、あと、グレンラッスの銃剣とかは、まあ、よくある銃剣なんで、まあ、別に、みたいな、まあまあよくあるやつだよねってなるだけで、いいなっていう風にはならないんですよね。なんかそういう特殊な銃剣は結構いいなっていう風に思いますね。ただまあ M4 影の代理人のまあ銃剣はまあ銃剣ってよりなんかシャンデリアで刺してるみたいな感じなんで、まああれはかっこいいとかいいとかそういう話ではなくなってくるんですよね。